ってきました。はい、結構買ったね。ね、カフェインが陰茎の血管を広げて血流を増やしてくれる効果があるのね。中華料理って勃起力を上げるのにすごくいいと。ビタミン C は鉄分の吸収も高めてくれるし、精子もめっちゃ勃起力上がってきた。こんにちは。タブーされてる性の知識を大人に広める協会リーチョの夏山です。滝本です。今回はコンビニで買える勃起力を上げる食品パート2です。パート1の方でいろんな食品を紹介したんですけど、続編を望む声を多数いただいたので、はい、今回ちょっとパート2を制作しました。そうなんですよ。前回はあのファミリーマートでやったんですけど、今回はセブンイレブンでやります。はい、やっぱ毎日食べるもんだからね、うん、いろんな種類知りたいもんね、うん、前回の動画でも説明したんだけど、勃起イコールいやらしいって思うイメージがあるかもしれないんだけど、男性にとって勃起は健康のバロメーターで、元気があれば勃起するし、体調が悪いと勃起しなくなっちゃうんだよね、うん、で、陰茎の血管ってこの脳の血管よりも細いんだって。そうなんや。そう、だからすごい繊細だから、うん、体の不調を一番にあの表してくれる、うんうん、なので勃起しないっていうことは体の血の巡りが悪くなっているっていう証拠なのね、うん、だから、まあ、ちょっと30超えて最近立ちが悪くなってきたなとか、朝立ちあんまりしてないなっていう人はちょっと気をつけた方がよくって、うん、そうだね、うん、朝立ちは特に顕著に現れると思うよね、うん、そう、やっぱ10代とか、うん、まあ、20代前半ぐらいまでってほぼ毎日してるっていう方多分多いと思うけど、やっぱり、ね、20代後半30代以降になってくると朝立ちの回数が減っちゃうからね、うん、なので毎日しっかりと向き合ってください。はい、では買い出しに行ってきます。はい、せーの、おー、おー買ってきました。はい、結構買ったね。ね、うん、そう、結構セブンイレブンです。はい、一応今日セブンで買ったんだけど、だいたいどこのコンビニでも買えるもの用意してます。はい、勃起力を上げる食事のポイントは一酸化窒素を生み出すアミノ酸、アミノ酸は勃起に関わる血管を拡張させるっていう働きがあります、うん、体の酸化を取り除く抗酸化物質。抗酸化物質っていうのは、老化を防ぐもの、はい、だよね、うん、で食品単体じゃなくて組み合わせで栄養を取る、うん、これを取れば OK ではなくて、うん、あのちゃんとバランスを考えましょうっていうことだよね、うんうんうん、この3つをポイントに1日の食事の流れを考えてご紹介します。勃起力を上げる食品その1、カフェラテとバナナ。これね、前回コーヒーを紹介したんだけど、うん、コーヒーにはカフェインとポリフェノールが含まれていて、カフェインが陰茎の血管を広げて血流を増やしてくれる効果があるのね、うん、要するに勃起しやすくしてくれるっていうことなんだけど、うん、でカフェイン量は1日 170ミリ から375ミリグラムが望ましいとされてて、 M サイズでだいたいカフェイン量が 130mg なのね、コーヒーだと。でカフェラテになると、この M サイズでエスプレッソがワンショットだから、だいたい 64mg のカフェイン量になるから、コーヒーよりは少なくなるんだけど、うん、カフェラテは牛乳に含まれる栄養素がとにかくよくって、牛乳は有利テストステロンのレベルが著しく増加するっていう風に研究結果が出てるんですよ。著しく。そうで、これね、本当は前回の動画カフェラテで紹介したかったんだけど、ちょっとね、夏山がね、牛乳反対派でなんかね、いろいろ論争あるよね。そう、牛乳って本当にいいのか、うん、あの体に悪いだけじゃないのかみたいなね、うんうん、それであのちょっと意見が分かれて、前回はコーヒーにしたんやけど、今回は滝本の意見を採用してカフェラテにしました。そうしました。はい、じゃあちょっと牛乳のいいところそうお願いします。牛乳は純完全栄養食品で、取れる栄養素が必須アミノ酸、タンパク質、カゼイン、ラクトフェリン、ビタミン各種っていう風にね、他で補うとしたら結構な量のいろんな種類の食品を摂取しないといけなくなるから、牛乳って栄養を取るのにパフォーマンスがすごくいいんだよね。でただ体質が合わない人がいるから、牛乳が好きで飲める人は飲もうっていう感じで、好きだけどお腹下しちゃうっていう人はホットにすると和らぐので、カフェラテもホットがおすすめです、うん、で体に合わないっていう人は無理に飲まなくても大丈夫なので、あとね、1日1リットル以上飲まないようにすること。やっぱり、ね、何でも飲みすぎは良くないから、うん、
これね結構美味しかった。あ、美味しいよね、うんうん、で次がバナナ。バナナはビタミン、ミネラルが豊富に含まれていて、食物繊維も多くて消化吸収されやすいっていうのは結構周知の事実だと思うんだけど、ブロメラインっていう酵素が含まれてて。何ブロメラインって、ね、聞き慣れないよね、うん、でこのブロメラインってテストステロンの分泌量を高めてくれるっていう、直接的な作用があるの。あ、そうなんや。うん、だからね、仕事とか勉強でストレスが溜まってるっていう男性は特に取った方がいいです、うん、テストステロン男性にとって特にめちゃくちゃ大事だからね、うんうん、そうで、ドーパミンの元になる L ドーパっていうのも含まれてるから、まあ、やる気がみなぎるのと、あとね、体の炎症を早く抑えて疲労回復をしてくれる働きもあるから、運動後とか疲れやすい人にもおすすめなのね、うん、で、取る時間が朝バナナ、筋トレ前後、あとね、夜寝る、まあ、1時間前とかだといいんだって。夜寝る1時間前でもいいの？そう、なんかね、まあ、もうちょっと前の方がいいんだけど、消化吸収が早いから結構1時間ぐらいでも大丈夫らしくて、そうなんや。そう、寝る前に食べると夜中寝てる間にテストステロンの分泌を高めてくれるらしい。めっちゃいいよ。うん、勃起力を上げる食品その2、ミネストローネとタコとブロッコリーのバジルサラダ、あとゆで卵、はい、で今回も会社とかで食べられるようにお惣菜系からピックアップしました、うん、まずこのミネストローネ、これはね、トマトのリコピンが抗酸化作用があるんだよね。でもちろんね、ミネストローネって入ってる具材がいろいろ違うから具材にもよるんだけど、大抵ね、豆やらセロリやら体にいい食品がいっぱい入ってるからいいんですよ。そうなんや。そうミネストローネは一応地中海料理に入るんでね、うん、で地中海料理って勃起力を上げるのにすごくいいと言われてるんだよ。うん、そうやな、うん、世界で性行為の数が、まあ、1人を争うって言われてるのがギリシャなんですけど、うん、ギリシャももろ地中海に面してる国になるもんね、うんうん、次がタコとブロッコリーのバジルサラダ、うん、これめっちゃ俺食べるわね、うん、一緒に食べてるよね、うん、美味しい、すごい ねタコがタウリンっていう、よく栄養ドリンクとかに入ってるのを聞くでしょ、うんうん、聞く。そう、タウリンっていうのが乳酸の蓄積を抑えて疲労回復やスタミナ増強に効くっていうふうに言われてて、でタウリンは魚介系だと生牡蠣とタコに特に多く含まれてるのね、うん、で実はね、生牡蠣よりタコの方がタウリン多いの。そうなんや。うん、なんか需要競争って言ったら牡蠣って思っちゃわない？うん、実はね、タコの方がね、いいんだよ。そうなんや、うん、で、あとブロッコリーは前回も紹介したんだけど、ビタミン C、鉄分が豊富で、ビタミン C は鉄分の吸収を高めるからね、相乗効果でいいんだよね。で、あとはゆで卵、卵も前回も紹介したんだけど、食物繊維とビタミン C 以外の栄養素を全て含んでる完全栄養食品なので、やっぱりね、1日1個は摂取しておきたいよね、うん、で、熱が入ってた方が栄養価が高くなる、うん、あ、そうなんや、うん、なんか野菜とかって逆って言うよね。あ、生の方が、そう、生の方がいい、うんうん、するけど酵素取れるからね、うん、そう、卵はね、ちょっとだけ火通してた方がいいんだよね。へー、うん、勃起力を上げる食品その3、サバ缶と刻み青ネギ。これね、今回はこれでお味噌汁を作っていこうと思います。はい、夏山に作っていってもらいます。はい、で、まずサバなんだけど、鉄分、タンパク質がすごい豊富で、EPA っていう成分が血液の流れを良くしてくれるし、あとね、DHA がストレスを緩和してくれるのね、うん、これも入れちゃうで。あ、そう、このまま入れていいんですね。このままですね。そう、中でね、うん、缶の中でもうほぐしちゃって、こういう感じね。そう、で、ババって入れちゃって OK、うん、はい、で、ビタミン D、E、B12 が豊富なのね、うん、ビタミン D はね、摂取すると遊離テストステロンのレベルが著しく増加したっていう研究結果が出てるんですよ。著しくね、著しく、はい、逆に言うとビタミン D が不足してると勃起不全のリスクを高める可能性があるんだよね、はい、だからビタミン D は積極的に摂取していった方がいいんですよ、うん、で、ビタミン C や E と一緒に摂取すると栄養の吸収率が上がるのね、うん、そこでネギさんの出番で、ネギはね、ビタミン C が豊富で、でビタミン C は鉄分の吸収も高めてくれるし、
活性酸素から細胞を守ってくれるし、あとはね精子も健康になるの。精子健康なのよ。そうで、あとはねちょっと匂いが気になるんだけど、アリシンっていう成分が疲労回復の際は血行を良くしてくれるのね、うん、で、まあ、ベータカロテンとカルシウムも豊富なので、ネギはね冬がやっぱ栄養価が高まるから、本当は売ってたら生ネギ買ってきて、それをね食べる直前に切って入れるのがベストなんだけど、うん、はい、まあまあ手軽にこういう風に買えるからね、いいよね、うん、いいね、うん、熱したら匂いなくなるもんね。そうアリシンはね、うん、そう熱を通すと匂いなくなるから、うん、そうだね、うんうん、はい、こんくらいお水、お水もうちょっと入れてもいいかも。もうちょっと入れていい、うんうん、めっちゃこぼしちゃってんけどもうちょっとな。そう、うん、これね入れただけなんだけど、うん、もうサバ缶と、うん、サバ缶水煮缶なのね、うん、これと青ネギを入れて、これでもう火にかけて、うん、煮立ったら味噌、うん、お味噌入れる、うん、あでちなみにその入れるお味噌なんだけど、お味噌は大豆からできてる発酵食品で、発酵食品はトリプトファンっていうのが含まれてて、これがセロトニンを増やしてくれるんだよね、うん、でヒスタミノ酸が全て含まれてるの、お味噌って。で一つの食品でこれほど多くの栄養を含むものってないって言われてて、だからね毎日お味噌汁は飲んだ方がいいんですよ。日本食最強ってことよね。そう、ね、本当にあの納豆とかね、うん、いろいろあるもんね。そう、ね、うんうん、なんでちょっとこれは今から火にかけていきます、うん、はい、はい、できます、はい、勃起力を上げる食品その4、当たり目ちくわ、ベビーチーズ、日本酒、うんうん、完全晩酌よな。晩酌です、酔いどれセットです、うん、これをねちょっとだけ手を加えていきます、はい、でまず当たり目、うん、これは亜鉛、タウリン、EPA、カリウム、タンパク質、ビタミン E っていうね、うん、すごいたくさん含まれてて、滋養強壮効果が高くて脳の働きも良くしてくれるのね。でナイアシンが二日酔いを軽減させてくれるから、お酒のあてにね当たり目ってぴったりなんだよ。うん、そうなんや、うん、でただね1日あたりの適量は20から 30g ぐらいって言われてるから、うん、1袋はこれがね 14g か、うん、だからまあちょうどこれ1個がちょうどいいかな、うんうん、何でも食べ過ぎは注意です、はいはい、で次ね、ちくわ、うん、今ちょっと作ってもらってるんだけど、うん、ちくわはね高タンパク低脂質で、最近プロテインバーとかよく出てるでしょ、うん、これねプロテインバーを食べるならちくわを食べた方がいいんじゃないかっていうぐらい、うん、すごいの高タンパクで。あ、そうなん、うん、なんかちくわ舐めてるわ俺それ。そうちくわ結構ね、うん、舐められがちなんだけど、うん、ちくわとかかまぼことか、うんうん、すごくねあのやっぱ、ね、日本人の知恵でさ、うん、いいんだよ体に。そうなんや、うん、これ入れたらいいん、このまま切ったやつを。あ、そうそう、先にこっち切っちゃって。ちくわも切る、ちくわ切っちゃった方がいいかも、うん、で、うん、そうただねちくわがあの食塩含有量が多めだから、うんうん、塩分を排出するカリウムを多く含んでるキュウリとかと一緒に食べると結構いいのね、うん、でね、だからスティック野菜がさ、うん、時々売ってるんだけど、はいはいはい、そのスティック野菜をこのちくわの中に入れ込んで切って作っても、うん、キュウリちくわみたいなのができるからいいんだけど、うんうん、ちょっとね今回売ってなかったから代わりにチーズを持ってきて、うん、チーチクにしてます、はい、ね、多分夏とかやったらスティック野菜売ってんのかな。ね、いっぱい売ってるよね。そう、なんかなかった。なかったよね。たまたま売り切れてただけかもしれんけど。うん。うん、でチーズは一番最初に紹介した牛乳と同じような成分で、うん、乳製品がねいいんだよね。うん、でこれですよ。はい、日本酒。はい、前回ねワインを紹介したんだけど、日本酒もねすごくよくって。アミノ酸、ビタミン B6、カリウム、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、ヨウ素などなど、うん、実はねアミノ酸、タンパク質の元になるアミノ酸と美容成分がすごい豊富で、ね、アルコールの中で最もこうアミノ酸が多い飲み物なの。そうなんや。そうでね、アデノシンっていう成分が血液が流れるリズムを整えてくれるから、うん、まあ、飲むとポカポカするんだよね、うんうん、
で、あと麹酸とフェルラ酸っていうのがシミの元になるメラニンを抑制してくれて、いや、そう、メラニンの生成を抑えてくれて、うん、活性酸素の抑制もしてくれるからお肌にいいのよ。飲む美容液ちょっと大げさじゃない？大げさ、ちょっと大げさかな、うん、ちょっと、うん、でお酒はね、やっぱり健康に関して注意喚起されることが多いんだけど、やっぱ適度な量の目安っていうのがあって、日本酒は1合弱でね、ちょうどこのね、1カップが180ミリだから1合なのね、1合弱だからちょこっと残すぐらい、それがまあ適量って言われてて、ただアルコールの適正量っていうのは人によって違うので、飲めない人は無理して飲まなくて全然大丈夫だし、あとね、飲みすぎたらリスクの方が高くなるから飲みすぎは注意。アルコールの飲みすぎはマジで勃起に快適やからね。快適ですよ全然ね、勃起、うん、しなくなっちゃうからね、うん、ことね、程よくね、程よくちょっと、ね、心惜しいけど捨てるぐらいか、最後、そう、最後ちょっと残すぐらい、うん、そうだね、一杯これを食事に合わせて美味しく飲めたら、うん、ストレスも発散されるし、うん、いいことづくめ、うん、うん、はい、ちょっとちくわこんな感じで大丈夫、うん、あ、めっちゃ作ってくれてる、うん、そう、ただ、うん、俺はもうこのまま多分食べると思う一人だったら、うん、まあね、ちょっと中に入れるっていうのは、うん、ちょっとめんどくさいわ、めんどくさいよね、うん、お友達来た時とか、そうやな、ちょっと出す時にね、うん、ちいちく美味しいから、うんうん、はい、食べる、あ、いらない食べなかった、はい、できました落ちてる深井、そろそろ お味噌汁が出来上がったんじゃないでしょうか。ちょっと見てくるわ、うん、いい匂いがしてきたぞ。はい、今お味噌を溶いて完成させました。はい、見えるかな、あ、こぼれすって怖いはい、じゃあちょっと食していい、はい、食べてください、はい、食べます。さっきのやつが沸騰したら、うん、あのお味噌入れて溶くだけだよね、うん、はい、いただきます、はい、どうですか。やばい、めっちゃ勃起力上がってきた速攻性がね、すごい美味しいです、早いね、はい、うん、いや、めっちゃ美味しいって、これほんま美味しいよね、うん、以上4つ、普段の生活から意識して選ぶようにすると体が改善していくので、ぜひもう今日これから近くのコンビニに行って買ってみてください、うん、そうやな、もう本当にちょっとだけ意識変えるだけで、うん、全然違う結果になると思うから、うん、積み重ねていくってこと、うん、すごい大切だと思います、うん、はい、で、もっと勃起力を上げたいっていう方は ED 改善方法っていう動画がありますので、そちらをご参照ください。それから、勃起にもうめちゃくちゃ大事な、動画の途中でも出てきましたけど、テストステロンっていうものがあるんですけど、それの分泌方法もテストステロンの量を増やす方法っていう動画がありますので、そちらをご参照ください。はい、ということで今回は以上です。この動画が少しでも参考になったよと思った方は、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今日はこれから晩酌だ、はいじゃあ飲もうか、飲もう、はい。